マディソン軍はアメリカ合衆国のイリノイ州にある軍、セントルイス大都市圏に属する。2010年の人口は269,282人で、軍庁所在地はエドワーズビル。軍内の最大都市は奴隷制廃止運動で知られたオールトンである。この両都市には南イリノイ大学のキャンパスが置かれている。 国勢調査局の調査では総面積1917.5平方キロで、うち1877.8平方キロが陸地、総面積の2.07%にあたる39.7平方キロが水域である。水域の大部分はミシシッピ川とホース州湖が占める。軍の交通局が25モノバス路線を走らせている。1812年9月14日に、 ランドルフ軍とセントクレア軍の各一部を統合して設立され、ジェームズ・マディソン大統領にちなみ名付けられた。当初はセントルイス北のイリノイ州全域、さらに現在のウィスコンシン州全域とミネソタ州の一部、それにミシガン州のアッパー半島をも管轄していた。19世紀後期に発電所が20世紀に入ると製鉄所や石油生成施設が建設された。 多くの労働者階級を抱えたため、一体は民主党の画像となった。しかし、産業再編とともに労働者は去っていった。今日軍は反応村地帯となっており、セントクレア軍との境界あたりは、セントルイス大都市圏の東部として人口が集中している。2009年に環境保護庁が公表した大気汚染に関する報告によると、マディソン軍は、 カリフォルニア州ロサンゼルス軍に次いで全国の軍の中で2番目に大気汚染による岩発病のリスクが高い軍となった。2000年の国勢調査時点で、この軍には258,941人、101,953世帯、7万4 1家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり138人で、 平方マイルに換算すると357人となる。住居数は108,942件で、1平方キロあたりに58件が立っている計算になる。住民のうち白人が90.23%、アフリカ系が7.31%、ネイティブアメリカンが0.27%、アジア系が0.60%、太平洋諸島系が0.02%、 その他が0.49%、根結が1.08%、ヒスパニックが1.52%を占める。30.2%がドイツ系、11.6%がアメリカ系、10.4%がアイルランド系、9.2%がイングランド系である。10万1953世帯のうち32.2%は18歳以下の子供と暮らしており、 53.0%は夫婦で生活している。11.8%は未婚の女性が世帯主であり、31.3%は家族以外の住人と同居している。26.3%が一人未世帯で、11.2%を独居老人が占める。一世帯あたりの平均構成人数は2.48人、家庭の構成人数は3.00人である。 住民のうち24.9%が18歳以下の未成年9.24%が18歳以上24歳以下28.9%が25歳以上44歳以下22.5%が45歳以上64歳以下14.3%が65歳以上となっており平均年齢は37歳である 女性100人に対し男性が93.0人いる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては88.9人いる。1世帯あたりの平均収入は41,541米ドルで、家族あたりでは58,62万2米ドルである。 男性の平均収入は39,857ベイドル、女性の平均収入は25,968ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民1人当たりの収入は25,09ベイドルとなる。総人口の9.8%、家族の7.2%、18歳以下の子供の12.7%、及び65歳以上の老人の7.3%は、 貧困線以下の収入で生計を立てている。地図群内は24の軍区に分けられる。ありがとうございます。